ギャルは顔は焼かないので二重の肌の奥行きを濃くくっきり見せるために片目で3枚、もう片目で3枚、合計6枚はじめまして、ブラックダイヤモンドに所属している東海エリアリーダーのみゆぴょんです。普段は愛知県に住んでいて DJ をやっています。今日は私が普段しているメイクをゆゆちゃんにやりたいと思います。こんにちは、ジネックスの担当エリアリーダーのゆゆです。今日は DD の憧れの先輩みゆぴょんさんに化粧してもらえるので楽しみにしてます。スタート。下地はマックのプレッププライムフェイスプロテクトっていうのを使ってます。顔全体に塗って、でその後にファンデーションを塗りました。日焼け止め効果があって SPF50 なので結構強いのでいつもこれを使ってます。ギャルは顔は焼かないので顔は化粧取ったら結構白いんでシミとかができるのが嫌なので、それを守るためにいつも顔だけ日焼け止めを塗ってます。ケイトのファンデーションを顔全体に塗りました。ちょっとムラになりがちだったので筆とスポンジを使って塗りました。前はリキッドファンデーションを使ったんですけど結構肌が荒れちゃうので粉ファンデしか今は使ってないです。なのでもうベースはこれでおしまいです。アイテープは2枚2枚貼ってで合計4枚貼ってます。4枚貼ることによって二重の幅が広くなるので目も大きく見えると思います。二重の元々の本人の二重のラインに乗せる感じ、かぶせる感じで貼ると綺麗に貼れると思います。1枚貼ってから2枚目はちょっと上にずらして 2,3 ミリぐらいずらして貼ってます。アイテープは 1,2 ミリずれるだけで結構二重の幅が変わるので難しいですけど、自分に合う幅があると思うので探してみてください。二重テープを貼った後にシャドウを塗ると結構二重テープが剥がれてきちゃったりするので、つけまのりをちょっと端に塗って取れないように接着剤的な感じでつけます。で、二重テープのところにキャンメイクの白のシャドウを塗りました。そうすると二重がくっきり見えるので、浮き上がって見えるので目が大きく見えます。で、白のシャドウを塗った後にリンメルのシャドウを塗りました。ブラウンのシャドウを塗るのは二重の幅の奥行きを濃くくっきり見せるために塗ってます。二重の幅を見ながら目を開けながら塗っていきました。で、その後ペンシルで下ラインをちょっとオーバー気味に垂れ目にして描きます。上はリキッドのアイラインで描いたんですけど、下はペンシルのラインを使ってます。ペンシルのラインで下ラインは描いた方がちょっとぼやけるので自然な感じで見えます。で、涙袋を描く前にキャンメイクの下地を塗ったんですけど、キャンメイクの下地を塗ることによって下地？下地だ、下地として塗りました。とキャンメイクのハイライトもちょっとずつここの部分に塗っていきます。白のシャドウで涙袋を作ることによって結構涙袋が強調されるので白のシャドウを塗ってます。リンメルの黒いシャドウで涙袋の下に影を作ったんですけど、これを入れることによって涙袋がはっきり見えます。
で、その後アイライナーで石灰ラインを描きます。目の流れに沿ってちょっとずつ描いていくと上手に描けると思います。植え付け間は片目で3枚、もう片目で3枚、合計6枚つけてます。つけまつげをつける前にビューラーでグッグッて上に上げた後につけてます。そうするとまつげがガッてなるので目が大きく見えます。下まつげは目の始まりから目の始まり黒目の始まりから下まつげをつけてます。で、さっき描いたペンシルのラインで描いたラインに沿って貼ってます。上つけ間が結構バサバサなので下つけ間は1枚でつけてます。眉毛はビボのペンシルでちょっとずつ眉毛に沿って描いていきます。で、結構平行な眉毛が私は好きなので平行を意識して描きます。眉毛の始まりが結構パキッとしてると思うんですけど、パキッとしてる方が私は可愛いなって思うのでこういう描き方をしました。元々の眉毛の色を消すために眉マスカラで塗りました。最初は眉毛を描くときはちょっと暗めを使ったんですけど、ファンデーションが暗い色なので明るい色を使うとファンデーションと混ざっちゃうので眉毛が目立たなくなっちゃうので結構暗めな色、ファンデーションより暗めな色で眉毛を描いてから明るい色で眉マスカラしました。チークは結構濃いのが私は好きなので濃いのをがっつり塗りました。ほっぺたの骨があるところに塗りました。アイメイクのハイライトで鼻筋を描きました。結構濃いめに入れます。最初はまっすぐ描いて、で後で影を作るのでとりあえず指でまっすぐ描きます。で、筆でファンデーションの粉を使って影を作ります。で、直線になるように両サイド両方描いてからちょっと指でぼかします。ファンデーションで影を作ったんですけど、私はファンデーションで影を作った方が影が自然になると思うのでファンデーションで影を作ってます。で、リップは結構パキッとした色が私は好きなので蛍光ピンクを塗りました。で、その後にグロスを塗ったんですけど結構プルンプルンな感じになりました。一番のメイクのポイントは二重で、二重テープを2枚貼ってるんで結構頑張って幅を広げました。人に化粧するの難しかったんですけど結構可愛くなったと思うんで良かったです。これ今まで二重がうまく作れなかったんですけど、自分の目はみゆぴょんちゃんにやってもらってすごい綺麗な二重になったんで良かったです。私の髪の毛は最近3色に こだわっていてピンクと白と紫を入れています。で、エクステをつけてちょっと長さを出しています。最近はピンク色が多くてよくピンク色をやっています。で、ピンク白紫なんですけど今は、ピンク白オレンジだった時もあったりいろんな髪色をやります。こちらのリンクから他のブラックダイヤモンドのメンバーのメイク動画にも飛べるのでぜひ見てください。バイバーイ。